ミュージックヒットパレード。皆さんこんばんは。本日も始まりましたミュージックヒットパレード。MC を務めさせていただきます。ベベのランです。ミーナです。ミオです。私たちガールクラッシュアイドルグループベベです。私たちが所属しているブルーミュージックエンターテインメントとウームとの共催オーディションから誕生したガールクラッシュアイドルグループです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ミュージックヒットパレードは人気のアーティストやこれからブレイクするネクストアーティストが出演し、トークやステージを披露する音楽番組です。そして毎回視聴者の皆様に番組からプレゼントがあります。出演されたゲストアーティストのチェキを視聴者の方にプレゼントしちゃいます。はい、応募方法など詳しいことは番組の最後にお知らせしますので、番組を最後までお見逃しなく。はい、あ、それでは本日のゲストさんをご紹介します。パラディックさんです。どうぞ。本日のゲストさんはパラディークさんです。初めての視聴者の方もいらっしゃると思いますので、自己紹介とグループのコンセプトがあればお願いします。はい、私たちパラディークです。はい、ホワイト担当岩沢美優です。はい、ピンク担当新山優です。はい、赤色担当前田彩香です。はい、紫色担当神田風音です。はい、黄色担当近藤誠です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゲストのパラディーグさんには、アンケートに事前に回答をいただいているので、いろいろ質問していっちゃおうと思います。まずはじめに、前田彩香さんにお聞きしたいんですが、はい、最近ハマっていることがお掃除ということで、はい、あ、週にどれくらいやったりするんですか？毎日掃除をしてて、まず朝と晩2回掃除機をかけるんですよ。あとお風呂上がったら、もうお風呂掃除と洗面台とキッチンも全部掃除して、排水口も全部きれいにしてます。潔癖症？なんかもともと実家暮らしで、その時はめちゃめちゃ部屋汚かったんですけど、最近一人暮らし始めてもう綺麗にしようと思って、もう心がけて、もう掃除機必死にかけてます。すごい、見習わなきゃ。好きなんですか？いや、なんか好きになってたって、なんか落ち着かないんですよね。すごい。出かける何時間前とかに起きるんですか？3時間前に起きて、準備して、もうお家出る直前に最後掃除機かけて、すごい。すごい気持ちいいですね。心もすっきりして出かけられますね。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて新山優さんにお聞きしたいのですが、はい、将来の夢が専業主婦ということで、はい、専業主婦になったらやってみたいこととか、なんかやってみたいこと、逆に何もしたくないから専業主婦になりたい。専業主婦になりたい。何もし、家にずっといたいから専業主婦になりたい。のんびりね。のんびり。じゃあのんびりお家でドラマ見たり映画見たり、そういう担当、まあ、料理だけ作るんで、だから皿洗いはよろしくねっていう。お掃除とかはお願いしますと。そうね。あ、誰かに思うかなって思います。雇ってもらうかな。だからね。ありがとうございます。続いて近藤誠さんにお聞きしたいことが、はい、特技が暗算ということで、そうです、こちらの方で何問か、用意してきたので、なんて答えられるかな。はい、まず第1問目お願いします。3240足す6320は9560。すごい。8460-3950は4510。お、正解。いやー、参加者、気づいたのよ。
得意なんですか？あ、でもなんか小学校からそろばん習ってて、そこで好きになったんですけど、もう数字が好きすぎて、なんか数字見ちゃうと計算しちゃいます。え、すごい。だからあれなんですよ、このご飯みんなで食べ行った時とか、全部すぐ暗算する。え、これが使えないみたい。助かる、助かる、助かります、助かります。選択です。ありがとうございます。続いて岩沢美優さんにお聞きしたいのですが、はい、アーティストになったきっかけが、暇だったからっていうことなんですけど。暇だったから。他になんかやりたい、やってみたいなって職業はあったりしますか？やってみたい職業ですか？全然小さい頃からなりたいものなくて、アイドルになったのも中学3年生の時で、受験がみんなより早く先に終わってて、あ、暇だしスカウトしてもらったからやってみようって考えました。それでできるのがすごい。暇だったからっていうのは、普通になんかやりたいことがなくてやったっていうので、ここまで来れたって。そうです。なんかやりたいことなくて始めてみたら、やっぱり応援してくれる人がいて、こう笑顔で見てくれるんですよ、いつも。甘やかしてくれるし、可愛い、楽しいって思って。可愛い。ダンスとかやったことあった？なかったです。でも今でも歌もダンスも苦手で、ちょっとずつ頑張ってます。可愛い。ありがとうございます。続いて神田花さんにお聞きしたいんですけど、はい、特技が記憶力ということで、メンバーの中だったらいい方かなと。なんか冒頭に私たちが名前で自己紹介したと思うんですけど、おー、はい、覚えてたりしますか？まさかのところで。ランさん。おー、すごい、すごい、ありがとうございます。ミーナ、おー、すごい。リオス、おー、え、すごい。すごい、やばい。ちょっとなんかミーナさんか、ミナさんかちょっと悩んだ、悩んだ、悩んだ、悩んだ。よかった。すごい、素晴らしい。記憶力がいいってことは、テストとかでも満点とか取れちゃったりするんですか？記憶力がいいのと勉強はまた違うかなって。あ、違うね。違うかなって思うんです。他では記憶力はいいけど、あ、ファンの人の名前とか覚えるの？すごいね。もうそれはファンの人から取ったら嬉しいです。嬉しかったもんね。イエーイ、返してください。ありがとうございます。以上で質問は終わりになります。ありがとうございます。それではここで本日のゲストさん、パラディークさんに曲を披露していただきたいと思います。本日披露していただける曲は何でしょうか？12月20日にリリースしましたラブシーフという楽曲を披露したいと思います。イエーイ。何か見どころとかあったりしますか？でも本当に歌詞がめちゃくちゃ可愛くて、歌詞をサイレントサイレンのスーさんに作詞していただいたので、そこも注目してほしいし、振りとかも結構可愛く真似しやすくなってるので注目してください。楽しみです。ありがとうございます。それでは聴いていただきましょう。12月20日リリース、パラディークさんでラブシーフです。どうぞ。Como
まだ知らない興味はない、だって今はまだ乗り気じゃないから。でも気になる、やっぱ気になる、君はどんな子がタイプ。恋とか愛とか胸が苦しくなるんでしょ。そんなの嫌なの、でも君のこと目で追っちゃう。あーまた不法侵入、ノリとの法則逮捕。フラフラ平常心、フラフラそんな目で見ないで。あーなんでこうなんの、心奪われた遺産地。フラフラその目で幽霊、いつしか恋心にめて。あらダメ、まだ不法侵入、恋泥棒即逮捕。キラキラ私のキラキラ、こんな気持ちにして。あーなんか世界が急に輝き出して。キラキラこの目が離せない、恋泥棒に今私恋してる。ラムシーフでした。ありがとうございます。ありがとうございます。いますはい、ここで番組からプレゼントのお知らせがあります。本日、パラディックさんのチェキをなんと視聴者の方にプレゼントしちゃいます。はい、応募方法はブルーミュージックエンターテインメントのツイッターから番組終了後プレゼント応募のツイートがされますので、ツイッターをフォローの上、リプライで欲しい、ちょうだい、などのコメントをすれば応募完了です。はい。ツイッターのアカウントはこちら。こちらです。アットマークだよね。アットマーク、ブルーミュージック COJP です。ツイッターをフォローしてないと当たっててももらえないので忘れずにフォローしておいてね。ね。ね。プレゼント当選者の発表は次回のミュージックヒットパレードで行います。また次回のミュージックヒットパレードを見逃さないようにチャンネル登録しておくと通知が届くので、チャンネル登録もお忘れなく。たくさんの応募待ってまーす。待ってまーす。はい、それでは皆様お待ちかね、前回のゲストさん、ソラネルカンパニーさんのチェキプレゼントの抽選を行いたいと思います。こちらのプレゼントの抽選方法なんですが、今回のゲストのパラディックさんに、皆様に番号を選んでいただいて、その番号のリップから一番上のから選んで、その番号の方が当選となります。はい、それでは番号の方はお決まりでしょうか。はい、では発表お願いします。5番で5番。おめでとうございます。当選者の方にはブルーミュージックエンターテインメントから Twitter の DM に当選の案内を送らせていただきますので、楽しみに待っててね。待っててね。はい、告知などございましたらお願いします。はい、メンバーそれぞれね SNS たくさんやってますので、ぜひそちらチェックしていただきたいのと、詳しいライブの情報などはぜひ公式の Twitter だったり公式のホームページチェックしてパラディーク遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私たちベベからも告知があります。
ベベの新メンバーを募集します。オーディションの詳しいことはベベのツイッターをご覧ください。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日楽しんでいただけましたでしょうか。はい、はい、楽しかったです。楽しかったです。またぜひ遊びに来てください。お願いします。お願いします。はい、最後に私たちベベのステージをご覧いただきながらお別れしたいと思います。それではまた次回のミュージックヒットパレードでお会いしましょう。次回も見てね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。正気じゃ無理そう、ハイハイちゃうくらいのプライス、答えのないペース、騙されてもイエス、ずっと感情のドリーム、勝ちないね。キャラと激のドアラとバインダストユベリギミソドーム、ミスピリラギミソモア、プレラアティナアニドプレイ、バチュニドモーラギミドストレイ、カザママリミダインザトメニユガマベベゼネハベネマラキレ、無我に無我ず苦しい違う You smile 誰 You are 両目涙赤にしたら So sorry 誰 You are どうして泣かないようにしても急のこと目を伏せこの愛と止めさすきっと Let's kill this love Yeah 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 It's so far over them, I go double. He say you look crazy, thank you baby. Oh, we're in here. You're me, you're me, stop. His love is my favorite. But you plus me, Sandy can be dangerous. Boogie me, boogie you. 狂言の中 we lie. So what, so what? まして君を除外したら So sorry, I'm not sorry. どうして